戻るか、デュークのとこへ。どうです？何か分かりましたか？羽を見つけた。この金細工でどうローズを助ける？まあ落ち着いて。まずその鍵を使ってローズ様の瓶を集めねばなりません。残りはどこにある？瓶は全部で4つ。残りの3つは各貴族が持っています。貴族？この村を統治している冷酷な教祖ミランダのもとには4人の貴族が仕えています。1人はあなたが倒したドミトレスク夫人、2人目は村の奥深く霧の谷に住む人形使いのドナ。彼女の屋敷に入った者は二度と帰っては来られません。そして3人目は風車を抜けた先の湖に住む怪人モロー。
その湖には他にも恐ろしい怪物が住むといいます。最後にして最も危険なのがハイゼンベルク卿。人里離れた工場に潜んでいます。噂によると彼の工場には想像を絶する恐怖が待ち構えているのだとか。娘さんを助けたければ、まずは4つの瓶を集めることです。今回だけは特別に、それぞれの場所を地図に記しておきました。また村には貴重な品が眠っています。どれもきっとあなたのお役に立つはずです。なぜここまで？いえ、あくまで顧客サービスの一環ですので、お気になさらず。今後ともどうぞごひいきに。ねえ、はいはい。ああ、そうだ、あなた。いい食材が見つかればぜひお持ちください。では買い取りましょう。新しい品を仕入れましたよ、ウィンターズ様。威力を試すのが楽しみで。それに興味をお持ちになるのも当然です。
この程度のカスタムでしたらすぐにできますとも。今後もごひいきに。リーさん。何？イーさん、ついてきて。伝えることがあるの。ミア、そんなバカな。イーサン、なんとかしないと。何なんだこれは。みんないなくなる。ローズでさえ、そんなの耐えられない。ミアなわけない。
どうかしてる。
感じ。ずっとあなたを待ってたの。あたしローズよりいい子だよ。お願い、アンジーのパパになってよ。何？待て、俺の銃は。これは、ミアの人形。